俺の柄すげえ読んでて気になっちゃった、ね、何の話してましたっけ、聞いてねえのか俺の話今夜もこちらの3人娘が沖縄のビーチをご紹介します。まずは宮古諸島のおすすめスポットです。それでは VTR どうぞ。 Listen to me。 今回サマーズに絶対行ってほしいと名乗りを上げたのは、 JAL で行くと羽田空港から那覇経由でおよそ3時間半。那覇経由もあるね。沖縄宮古諸島、6つの島からなる宮古諸島で一番有名なのは宮古島だけど、実は他の島も魅力がたくさん。日本じゃないみたい。世界に誇る宮古ブルーの海。宮古ブルー本当すごいよな。超プライベート空間の最新ホテル。ホテルもいいんですよね。絶品宮古グルメということで、今回は魅力満載の宮古諸島を徹底的にご紹介。すごい。この夏行きたい宮古諸島徹底攻略スペシャル。今回宮古諸島をリポートしてくれるのはオーストラリア育ちのアンリーちゃん。三村さん、大竹さん、おいしさん、はい、ハロー。オーストラリア育ちのアンリーだよ。今日はよろしくね。今ここに住んでんのかな。じゃあと、ここで突然ですが、アンリーちゃんから宮古諸島の新情報。なんと新しい空港ターミナルができたよ。実は今年の3月に宮古下地島空港ターミナルが完成。できたの。宮古諸島への直行便が17便増加して、すっごく便利になったんだよ。でかいよ。香港からも。あら、それではビーチをチェック。ここが宮古で一番おすすめのビーチ、戸口の浜。綺麗でしょ。戸口の浜綺麗。あれはいい。大石さん、このビーチどうですか。こんなに砂白いんだ。すごい。ここは伊良部大橋で有名な伊良部島にある知る人ぞ知るビーチ、戸口の浜。すごいね。宮古島といったら前浜ビーチが超有名なんだけど、ここは全長800メートルもあるロングビーチで、人もあまりいないため有名人の3人には超おすすめ。大竹さん、こういうビーチ好きでしょ。まあ、うん、苦手ってるだろうね。そういう顔してる。そう、分かった。すごい顔。ここはレストラン一軒あるだけなの。受け入。ビーチの周りにはこのお店のみだから、パラソルやビーチチェアは自分で持ってこなきゃいけないんだけど、大石さん、めんどくさいですよね。めんどくさい。そこでおすすめなのがこちら。こういう自然にできた木陰で休むのってよくない。良い。大石さん、そういうの好き。好きだろうね。顔に書いてある。何それ。虫はどうなの。虫ちょうどいい木陰を見つけるのもこのビーチの醍醐味なんだって。宮古にしかいない虫とかいないかな。それでは早速ビーチをチェック。サンドチェック。サランサラン。砂は超きめ細かいパウダーサンド。あらあら、なんか肌に良さそう。水の透明度は波が高いのでちょっと砂が舞い気味。サーリー。綺麗だ。急ではありますが、細かいビーチ情報を絶景とともにご紹介。あるんだよ。すごいな、天気もこれ。高いね。まあまあ、サーファーの人とかが行くのかな。ねえ、こんな綺麗なのは知らなかった。すごいじゃんこれ。新橋色。なんで新橋色。それを知らない。なんで新橋。すぐ帰宅できるのね。いや最高。これはすごいな。続いては絶景のアクティビティをチェック。ここからアクティビティができる場所に行くよ。 Come on。 Come on。木に囲まれた道を歩き続けること5分。開けた道へ。
一体ここに何があるの？あら、うわ、私もちょっとこれ怖いな。怖いね。鳥居家です。すごいでしょ。鳥居家、この奥にあるのが鳥居家というスポットなんだけど、一体何ができるところだと思う？シュノーケリング、温泉、パドルサーフィン、飛び込みとか。正解はダイビングができるよ。この鳥居家を地図上で見るとこんな感じなんだけど、実は海とつながっていて、さらに奥へも水中から行ける不思議な地形、そこを潜ってくぐり抜けるのが人気のダイビングスポット。早速アンリちゃんもダイビング挑戦。私潜れるから、今から潜って中はどうなってるかリポートしたいと思います。うっ、気になる。私10メートルしか潜れなかった。ここ水深45メートルもあるんだった。ということで資料映像をお届けします。なんだよ、そんな潜んないと海に出ない。ということで鳥居家情報を絶景とともにご紹介。ダイビング上級者じゃないといけない水深45メートルまで潜ると、岩肌がゴツゴツとした場所が現れるので奥へ進む。いや、ちょっと怖いんだけど。無理やり通ってんだな、これ。そこはお魚天国。うわ、お魚天国。そして光り差す方へ向かうとちょっとダサい、なんかこんな幻想的な世界が見られるんだって。ビューティフル。ダイビングできる人はここ超おすすめ。続いては初心者も楽しめるアクティビティをチェック。ダイビングはちょっとっていうサマーズのお二人におすすめなのが、はい、ここヤビジー。ヤビジーは池間島にある日本最大級のサンゴ礁群で、その総面積は宮古島の10分の1を占めるんだって。すごいよ、うん、行ってきます。今回はアンリちゃんもカメラを持って撮影ということで、ここからお魚情報を絶景とともにご紹介。10m 潜れるからあれができんだな。綺麗、すごいじゃん。私なんだな、私資料映像みたいに綺麗、ね、魚の種類はもちろん、サンゴの美しさもここの魅力。やびじが花だ、花丸大吉さんね。綺麗な魚の中には食べられる魚もいるんだって。食べられる。カウト3000。でも綺麗。焼きがビン、なんで食う方とさ飼う方。ちなみにアンリちゃん、ヨガのインストラクターもやってるんだよ。スタイルいいんですね。だからいいよ、彼女の情報。すごいじゃん、あの子ほら回転してるよ。この絶景をぜひ見に来てください。何散らかっちゃってわけわかんない。続いては宮古の最新ホテルをチェック。ここがおすすめホテル、 The Riskey ホテル。今年の5月に宮古島でオープンしたばかりの The Riskey。このホテル最大の特徴は、部屋は一棟一棟分かれてるから、三村さんお忍び旅行にはぴったりだね。なるほど。お忍び旅行とかするの。部屋がビーチ沿いに横一列で並んでおり、それぞれの部屋に駐車場もあるので、スーパーセレブなサマーズさん、大石さんがプライベートで来ても誰にも会わずにゆっくり過ごせるよ。カモン。それではクイックホテルビュースタート。フロントを通り抜けると、まずあるのが、見て、自分でバスソーツ作れるよ。このホテル、ウェルカムサービスとして自分で好きなバスソーツを調合できるんだって。楽しそう。膝ぐにゃぐにゃな三村さんにも効果があるバスソルトも作れるよ。うん、子供も喜びそう。さらに移動して外に出ると見えてくるのが、ビーチまで歩いて行けちゃうよ。それいいな。ホテルのプライベートビーチまですぐ歩いていくことができるんだって。しかもこのビーチ超遠浅だ。大竹さん、いいでしょこのビーチ。ああいい。ああ、さらにフロントのある建物の2階にはレストランも。こちらではヘルシーな朝食が食べられるんだけど、一番のおすすめは、
じゃーん、かき氷。あら、こちらのかき氷は溶けにくい氷を使用しており、バタフライティーというハーブティーで青色なんだよ。あら、三村さん、うん、これ普通のかき氷じゃないよ。なんだ、考え方甘すぎ。何も考えてない。見ててね。少し曇ってんなぐらい今お茶が。なんだ、色が変わるんだよ。お、シークワーサーのシロップをかけると氷が紫に変わるんだって。あとこのホテルすごいのが、Welcome to the Rescape. Bienvenue au Rescape. Dans l'Escape へお座せよ。この人すごい。外国人スタッフがいるよ。簡単にまとめちゃった。このホテルには4つの言語が喋れるフランス人のピエールさんを含む8人の外国人スタッフがいるんだって。だから外国対応もしてる。海外の友達が来た時も安心だね。続いてはお部屋をチェック。一泊いくらか予想しながら見てね。いつもテレビの前で予想してね。難しいでしょ、これ。いえ、最高。すげえ、あら、いいね、広い。まず見えてきたのがダイニングルーム。そしてダイニングルームの隣にあるのがリビングルーム。続いてはリビングルームを通り抜けてベッドルームをチェック。広いな。でも2人って、大竹さんの気になる枕の匂いチェックするね。大丈夫だと思うよね。ついにですね。何も匂いしない。いや、でしょうね。オープンしたてで無臭。本当に奥まで階段かな。そしてベッドルームから外へ出ると見えてくるのが、このプール。PP？ プライベートプール？プライベートプールだから三村さん裸でもはしゃげちゃうね。山なの？向かいは何なの？続いてはシャワーチェック。山の上にあるの？何なの？その情報ね。シャワーの水圧は打たせ湯みたいな強さ。そしてここならではのウェルカムサービスが、ここすごいウェルカムサービスがあるんだけど、大石さん何だと思う？何だろう、ウェルカムサービス。Are you sure？ ごめん。正解は、自分でデニムタルトを作れるよ。自分で作るやつ多いな。ホテルのスタッフが考えたデニーモタルトキットは、このサトウキビを使い、水とデニーモの粉が固まるまで混ぜる。来てすぐ作んないのってすげえ怒られたりして。ご飯の後よ。そして完成。三浦さん、これやりたいでしょ。うん。ここでクエスチョン。この部屋一泊いくらだと思う？やべ、高いな。25、26、26、26、20。正解は一泊12万6000円。イメージより安い。半分ぐらい。このプライベート空間、皆さんぜひ泊まりに来てね。ね。続いては最新都グルメ情報。ここがおすすめの最新都グルメ、パイナガマブルーブース。去年の夏オープンしたばかりのカフェ、パイナガマブルーブース。ここの定番人気はフルーツたっぷりの濃厚アイスですが、人気ナンバーワンは、わー、 so big。 こちらが名物のミヤコドッグ。宮古諸島でしか育てられない貴重な宮古牛を贅沢に使ったハンバーグと、島野菜をふんだんにのせた一品。大石さん、この宮古ドッグ食べたいでしょ。食べたい。でも私こういうのこぼしちゃう。だよね。いただきます。こぼしちゃうだよね、じゃないの。うん、やめ。このお肉超ジューシー、野菜とも相性抜群、うん、店内も超おしゃれなので、大石さんぜひ来てね。はい、いいいい。続いては地元の人が大好きなグルメ情報。ここがおすすめグルメ、マイパリ。
これは覚えられたい。宮古島にあるマイパリは園内でフルーツ栽培をしたり、自家栽培したフルーツを使ったカフェがある果樹園。ここのおすすめが、おすすめはこれ、バナナスムービー。あ、今みんな普通じゃんって思ったでしょう。バナナスムージー違うの？これすっごいもの入ってるの。何？さあここでクエスチョン。バナナと一緒に入ってるものなんだ。マンゴー。マンゴー。ハルシュ。ハルシュ。ハルシュ。何？青汁。青汁。イラブーの、うん、正解はこっちにあるよ。カモン。ということで、アーニちゃんに続いて外へ。緑に囲まれたところを進んでいくと現れたのが、正解はこれです。長命草。何それ。これ食べると1日寿命が延びる幻の草らしいよ。沖縄にしかないんでしょこの草。園内で栽培されているこの長命草は、一株食べただけで1日命が延びると言われるほど全体の栄養バランスが高いスーパー植物。市場では結構高値で売られているそうだけど、ここではこの幻の草、ここなら食べてもいいの。え、取っていいの？え、いただきます。美味しくねえだろ。まずいだろうよ。アニちゃん、お味はどう？食う前から険しい顔してる。絶対まずいって、うん、まずいまずい顔して食べたもんね。芋虫になった気分じゃなくて、私はこっちがいいや。気分じゃなくて、うん、ヤミー。バナナの味、草何にも感じない。第三子も生まれてより長生きしたくなった大竹さんのために、これ持って帰るね。持って帰っていいの？お楽しみに。ということで、スタジオに長命草をご用意しました。うまい。マジのに。三村さん、大竹さん、大石さん、沖縄いいところでしょ、うん、最後はこの歌でお別れです。ウイスキーが沖縄でしょう。強引だな。なんちゃって。バイバイ。強引だ。いい。どうですか、この宮古島。日本にこんな綺麗な海があるって知らなかったです。でちょうど沖縄に行こうと思ってたんですよ、今年の夏休み。ダイビング取り。なるほど。じゃあもうそれぴったりじゃん。そう。45メートルって結構ハイレベルだろうな。なんでここ読んだの。相当気になるから無地で来てください。ここで沖縄のお土産。さっき VTR にも出てきた長命草をお茶にしたものをご用意。一体どんな味がするのかな。これが長命草。はい、そうです。ぜひ、はい、飲んでみてください。なんかでもハーブティーみたいな匂い。飲んでみ。ドリンク自体は苦くないのかな。あ、苦い。苦くはないんですけど、ちょっとなんか酸っぱいとしょっぱいが混ざって。酸っぱいとしょっぱい。マジで。ああ、何これ。本当まずくないけど、あ、まあ、はい、そういうやつの味だ。なんか健康に良さそうな味。健康な味してるわ。ちょっと表現がしづらいと思いますので、うんうん、一人一回これだっていう例えで表現をしてみてください。確かに今これ難しいと思う。なんか家に何か分かんないけど乾燥した葉っぱみたいなのあったの、うん、お茶ねえからこれでいっかっつって入れたらこの味になっちゃったっていう味。最近作ってんだよ。タンスの奥のさ、うん、久しぶり出てきたシャツとかあるんだよ。あるあるある。あれをお茶にしちゃった感じだよ。でもちょっと分かる。汗の味がね。汗の、タンスと汗の、なんかね、ちょっとあの体臭が強めの人の汗。うわー、やめろ。飲みにくいよ。続いては超最新宮古諸島情報です。それでは VTR どうぞ。スターティン、うん、続いては新スポットをチェック。ねえ大竹さん、はい、空港ターミナルなんてどれでも一緒じゃんって思ってるでしょ。いや、ターミナルはついてくればわかるよ。ターミナル個性出るね。ターミナル個性ある。先ほども紹介した宮古下地島空港ターミナル、ここは施設が充実していて、
見て、これがチェックインカウンター、おしゃれでしょ。おしゃれ、確かにいいね。リゾートホテルのフロントをイメージしたチェックインカウンターや、なんか島の空港ってこんな感じだよね。かわいい。おしゃれお土産ショップも。そしておすすめはここ。こちらのカフェは宮古のものを使ったフィンガーフードが充実。何入ってるの？海ぶどうだ。中でもおすすめがこのアイス。あ、このアイス美味しいやつだ。一体どんなアイスなの？これ寒天で固めてるから溶きにくいの。寒天で固めることでゼラチンがアイスをコーティングし溶けにくくなってるんだって。これを食べるおすすめの場所があるの。行くよ。はい、着いたよ。すっごいでしょ、ここ。これ空港ターミナルポスターゼロ。え、空港ターミナルなの？ここ保安検査場を越えたところにあるのがこちらのスペース。入っちゃいけねえんだ。一瞬プールに見えるけど、うんうん、超浅いので三浦さん絶対飛び込まないでね。怪我するのね。アンニちゃん、アイスのお味はどう？ヤミー。リンゴの味がする。リンゴなんだ。色も可愛い。おいしさん、はい、空港のすぐそばにあるものがあるんだけど。うん、なんだと思う？空港のそば？はい、違う。何も言ってついてきてだ。ほらね、こだわるでしょ。空港のすぐそばにあるおすすめスポットって一体何？海が大好きです。皆さん海に遊びに来ると思うんですけど、その海水浴場で赤と黄色のユニフォームを着ている人たちがライフセーバーです。ただの監視員じゃなくて、お客さんが思う存分楽しめるように動けるライフセーバーでありたいなと思います。たくさん海に入って海を知ることが一番大切だと思います。海って1分1秒と同じ時間がないから、どういうふうに風が入ってくれるとか、海の深さがどれぐらいに変わったかとか、ただ練習するだけじゃなくて変化を感じて対応できるっていうのを思っていつもやってます。ゴールの先に救う命がある、これがライフセービングスポーツだなって。自分の持ってる力を全て出し切ること、その力を発揮するところとして大会と思ってるので、まずはしっかりと大会で結果を出したいと思います。海を愛し海物語シリーズを届ける産業は、2006年からライフセービング日本代表を応援しています。ライフセーバーがいる海にぜひ遊びに来てください。空港のすぐそばを歩くことおよそ10分、現れたのがじゃん。あら、ビーチ、ビーチ、ビーチがあるの。綺麗じゃない？綺麗。帰り際に、ね、ここは先ほどの空港の真横にあるセブンティーン&ビーチ。ここではこんなものが見られるんだよ。おお、あら、おお、すげえ。近っ。飛行機が真上を通っていくよ。こんなすごいのを見られるの、日本でここだけじゃない？今年だな。ここは干潮にしか現れないビーチで、このビーチとっても遠浅。本当だ。皆さんもこの迫力満点の絶景見に来てね。すごい、ね、三村さん、大竹さん、うん、大石さん、宮古最高でしょ、うん、あ、私大竹さんと飲みに行きたい。お、今から飲み屋来いよ。あら、なんちゃって。いや、行ってもいいよ。飲み屋来いよ。すぐ行けるからね。さあ、2020年準備はどうですか？大会を、そしてその先の未来を作るのは私たち一人一人の挑戦です。レディートゥーゴー、その挑戦が未来を変える。
東京海上日動。海外行くなら妹の Wi-Fi、 二人の恋は県外知らず、どこに行ってもつながるの、忘れないでね私の名前、妹の妹の Wi-Fi。 でも社長の名前は西村さん。令和元年秋、灼熱のドーハが熱くなる。人類最速が去って2年、ボルトをしのぐ新たな超人たちの伝説がここから始まる。世界新記録、燃え上がれ人類進化の炎、史上最も熱い世界陸上ドーハ、9月開幕。推しどうですか。嫌なとこ一個もなかったので5かな。5ですね。本当に沖縄の海は綺麗だ、ね、本当知らなかったです。次回はドリブラー丸山のサルディーニャ島王道スポット調査、多くの人でにぎわう絶景ビーチに絶叫アクティビティをご紹介。お楽しみに。お待ちかねのプレゼント情報、今回は沖縄のお土産セットを1名様にプレゼント。詳しくは番組ホームページをチェックイット。世界サマーリゾートは心も打つ楽しさを山陽と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。笑顔もプレーも絶好調、渋野日向子。この効き目美味しいかも。今日を楽しむ力、疲労の回復、予防に効く、日本唯一の形アリナミンメディカルバランス。デビュー、疲れから自由になろう。今テニスの試合やってるよね。そう、だから結果知りたくないんだよね。おお、あ、いけ、よし。みんなワウワウで試合見てる。はあ、はあ、いつでもワウワウ、どこでもワウワウ。ワウワウ入ればいいでしょ。やっべ、充電が。え、いけるいける。え、充電できんの。スマホの充電パッと借りて、ありがとね。どこでも返却、スマホの充電はチャージスポット。ビザでタッチでどうぞ。これからのビザはタッチで払う。自由でいきたいんです、奔放で。それと本当の自分でいたくなったから出演させてほしいんです。いいじゃないか、アクション。君と一緒に新しい時代を作る、性革命を起こす。バッタ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 。テレビの前の主様、起きてくださいませ。プリコネの 1.5 周年を祝して、今からでも最高170連ガチャが無料です。星さん出現率も2倍よ、やばいですね。プリコネ。忙しい時こそ、はい、休憩を上手にとって効率アップ。ゼロセブンで次の元気へ速攻リチャージ、疲労の回復、さらに予防にも。次次アリナミンゼロセブン。アニメーションも実写も超えた超実写版、すげえ。この夏未知なる映画の世界へ飛び込め。ディズニーが送るライオンキング。はい、ケンタッキー。ケンタッキー。お盆バーレル今だけ。今日何個目？今日ケンタッキーにしない？スポーツには世界を一つにする力がある。S1。こんばんは。こんばんは。今夜はミスターパーフェクト牧原ひろみさんとお伝えします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。牧原さん、今日の甲子園も熱かったですね。ずっと見ちゃいましたよ。はい。ですよね。さあ、今夜も大活躍のヒーローとヒロインをたっぷりお伝えしていきますが、まずは大フィーバーの中でも不動の強さを見せるスマイルシンデレラです。9000人を超えるギャラリーのお目当ては